アイムです。よろしくお願いいたします。アルファゴっていう Google が開発した囲碁の AI が人類最強レベルの人に快勝したっていうニュースがついこの間やってましたね。将棋に比べて囲碁ってコンピューターにとってものすごく複雑らしいので、まだまだ人間が負けるのは先だろうと業界では言われていたらしいんですが、その矢先に任されてしまったということで、もう AI の進化って本当に恐ろしいなと思わされましたね。で、そこからなんとさらに恐ろしいことが起こって、その人類最強の人に快勝したアルファゴに勝つものが開発されてしまったということですね。それがアルファゴゼロっていうものですね。で、アルファゴゼロの学習手法っていうのが、人間の対局データとかは全く学習させずに本当にゼロの状態から学ばせていくというものですね。で、学習開始3日目で前のバージョンに100勝0敗で勝てるようになって、40日後には世界ランキングトップの人に勝ったバージョンを超えてしまったということですね。で、おそらく今はさらに強くなってしまっているんだろうなという感じがしますね。はい、で、その手法を用いたアルファゼロっていう AI が、将棋とチェスの世界にも殴り込みをかけてきて、今回のニュースになったというわけですね。恐ろしいことに、将棋を学習開始して24時間後には、将棋ほぼ最強と言われているエルモに、90勝8敗2引き分けという成績を残したということですね。チェスの既存 AI として最強と言われていた、ストックフィッシュには、28勝0敗72引き分けという、全勝ですね。はい。ということで、開始24時間でこれですから、今はもうエルモじゃ勝てなくなっているのかなと推測されますね。で、エルモの圧倒的な強さっていうのは、私の棋譜並べ動画とか見てくださっている方ならお分かりいただいていると思うんですけどね。あのレベルに100回やって100回勝つっていうのはちょっとね、信じがたいことで、そのレベル同士の AI で対局させて、何回か、何十回、何百回、何千回とやっていたら、もう本当に将棋の全てが解明されてしまうんじゃないかなっていう、その日が、かなり近づいてきてしまっているんじゃないかと、そんなことすら思ってしまいますね。はい。でもそれは将棋とか囲碁だけじゃなくて、もちろんその人類のお仕事の分野とかにも応用が効くんじゃないかというお話にもなってますね。で、今後 AI に奪われる職業っていうのが非常に多くなってくると思われるんですが、その中で人類がどう立ち回っていくのかなっていうのが非常に大事になってくると思いますね。支配されてしまうのか、うまく使いこなすのかと、今後数年が分岐点になるんじゃないかと思っております。なんか一時的に失業率が跳ね上がったりとかもすると思うので、そこで AI 否定派と肯定派に分かれて内戦とかが起こったりしなければいいなぁなんて思ってますね。ということで、少し脱線してしまったんですが、アルファゼロについてどう思いますかっていうご質問を本当にコメント欄ですとか、ツイッターとかで多くいただいたので動画にさせていただきました。いかがでしたでしょうか。それではここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ぜひ皆さんのご意見などもコメント欄にいただければなと思います。それでは失礼いたします。